58年極上86でございます。ここまでやってる車なかなか手に入りません。外装の方はシルバー純正色一度塗り直しております。カラーナンバー147になりますね。綺麗に仕上がっておりますが、さすがにですね、以前の結構何年か前ですので、サビの方が少しだけですけども始まっちゃってきてるかなという部分ですが、こちらはもちろん補修可能の問題のない部分でございます。綺麗ですね。ライトのもレイブリックの HID に書いてあります。こちらが BJ ユニオンって書いてありますね。こちらもちろん車検対応の明るさでございますのでご安心ください、はい、このようにレイブリック光っております。そして、現在オーナー様ですね、もうこの何年あまり乗らずにですね、かなりのメンテはしっかりやられてこられました、まあ、HKS のエアクリーナーからですねターバーの方が入っておりまして、キャップも TRD、 NGK プラグ、そしてモーターポンプがタイベルと合わせて交換済みで、17万5000キロの14年の時の交換してありますが、他にも記載がございます。そしてラジエーターの方も2層式にの新品を以前に交換されています。すごく新しいです。そしてエンジンですね、かかりが悪かったところといろいろやってあります。そしてなんと134にしっかり書いてあります。これだけでもかなり価値がありますね。もちろん今でもバリバリに冷える状態でしっかり仕上がっております。このような感じでですね、エンジンルーム見ても安定するのが分かると思います。メッシュになってましたりですね、でブレーキの方もメッシュの方をですね入れられてるという感じでしっかりやられてます。ちょっと飛び石とかで軽くなってますが、こちらは塗ればいくらでも済んじゃう部分でございます。ちょっとエンジンかけてみます。はい、もう点火系もですね、燃料ポンプもブレーキもベアリングももうやれるところ全て一通りやってきてる。ヘッドまでヘッドガスケットも交換してやれる。圧縮の方もバッチリということで、エンジンのブレも全然ない状態でございます。ここまで仕上げるのには相当なお金がかかります。はい、全く不安のないエンジンの安定感が分かると思います。非常に安定しております。ちょっと外装を見ていきます。渡辺のアルミですね、こちらあります。でナットの方はフロントの 2本が、3つちゃんと付いてますが、1個はですね盗難防止用のナットです。もちろん外すのをお付けいたします。1856014の、DNP グランプリでしたかね、ついております。グランプリについてます。そして外装の方見ても、まあ、こちらも小さい飛び石ですが綺麗です。ゴムの部分とかですね、もうしっかりやられてるのがすぐ分かると思います。 GTV のツインカム16のステックもしっかり残っておりますので、でもご安心ください。そして中にの内装は後で説明いたしますので、富士通技研のマフラーも程よく低温のいいトルクロを出しております。足回りは TRD です。買い場のように見えます。こちら TRD で、スタビライズも TRD、 そして、デフの方もですね 1.5A の、TRD のが入っているそうです。はい、もちろんですね音とか異音とかもなくしっかりしておりますのでご安心ください。ということでですね、外装の方を見ても疑う余地なしというのがすぐ分かると思います。スピーカーの方もついております。このような感じで外装の方を説明させていただきました。とても綺麗な状態です。